ハロー YouTube、 今日はですね、韓国の、e コマース大手クーパン、がですね、最近ニューヨーク証券取引所に上場して時価総額、1000億ドルを超えたと、しかもですね、50億ドル規模のですね、IPO、で資金調達をしたということについて解説をしたいと思います。こちらについてはですね、モバイル、スマホ、ブロードバンド、こういったものが、普及し始めた、実はこの会社2010年に創業した会社、まだ創業、10年ちょっとしか経ってない会社なんですけれども、韓国はですね、以前から例えば Google だったりとか、Amazon だったりとか、そういった、GAFA、とかって呼ばれるようなですね、GAFA とか BAT って呼ばれるような、企業がなかなか進出できないことでも知られてきました。メッセンジャーツールもカカオだったりとか、検索エンジンはネイバー、こういった形でですね、国外からのですね、グローバル企業の進出、マーケットが中途半端に小さいとか、そういった部分もあるのかもしれないですけれども、国内勢が全ての分野においてですね、結構頑張っているという印象あります。こちらで EC、Amazon モデルのですね、e コマースのサイトとして、もう本当に Amazon の戦略、赤字を掘ってですね、取り扱いアイテム数を増やすというようなですね、Amazon と同じような戦略で、ちょうどモバイルシフトがある、これから来るという時期にですね、創業して、巨額の資金調達を行いながら、ずっと赤字を掘り続けて、上場までこぎつけたというようなところがあります。こういった中でですね、今売上高のではですね、韓国ナンバーワンの EC サイトになりました。これはAmazon型のですね、直販モデルということで、楽天とかのですね、モール型、各小売店がですね、独自に配送する売り上げるっていうモデルではなくですね、一括してクーパンの側がですね、売り上げる方が多いというようなですね、形になっていると。楽天の場合はですね、マーケットプレイスで、として出していて、各小売店がですね、売り上げを立てていくというようなモデルです。こういう中でですね、このクーパン、実はソフトバンクビジョンファンド、巨額のファンドですね、こちらの方が出資していたことでも有名になりました。約2000億円ほど出資してたらしいんですけれども、こちらの方 IP をしたということで、ソフトバンクビジョンファンドの利益も増えますし、ソフトバンクの株価も上がったというような流れがありましたが、ここに来てですね、ソフトバンクグループの孫さんがですね、孫正義さんが、どうもそのクーパンをですね、日本に上陸させるというような話が出ていると。それはYahoo と LINE が一緒になった、ホールディング会社がですね、それを、実は束ねる、そこで、そういう事業をですね、始めるというふうなお話が出てきております。これは僕は結構有望なんじゃないかなというふうに思っているのはですね、日本はですね、Amazon Japan、そして楽天、この2社が2強とされておりますが、実は地味にですね、この LINE と、Yahoo が一緒になったホールディング会社はですね、実は傘下に、ZOZO タウンを運営するですね、ZOZO をですね、実は持っていて、ファッション EC の分野ではですね、日本ではナンバーワン、もちろんナンバーワンになっているということで、実は結構その Yahoo ライングループがですね、かなりでかい存在感を持ってきているのも事実です。で、ここに来てですね、QR コード決済で PayPay が圧倒的な広告宣伝費をかけてナンバーワンになりました。そしてそこに LINE Pay がですね、くっつくことによって、もうメッセンジャーでお金を送金できる。そしてですね、全国津々浦々のですね、小売店で QR コード決済が使えるということで、e コマースにとってはすごい追い風になっております。ここにですね、クーパンが、クーパンジャパンなのか、そういったところがくっつくことによって、打倒楽天、打倒アマゾンジャパンというのがですね、現実に帯びてきたかなというふうに僕は考えておりまして、ますますソフトバンクグループ、そして、フーライングループ、こちらのですね、快進撃に、目を離せないんじゃないかなという状況になっております。逆にですね、このグループに入ってない競合他社、特に楽天はですね、今モバイルブロードバンドに対しての投資を積極的に行っていく中でですね、先日もこの動画でも解説しましたけれども、
日本郵政、そして中国のテンセントが巨額出資をすることによってここに対抗できるのかどうか、結構僕は危うい状況なんじゃないかなというふうに思ってます。ソフトバンクグループのですね、パワープレイにもしかしたら楽天はやられてしまうかもしれない、そういった今危機的な状況にあるのではないかなというふうに考えております。ということで、いってらっしゃい。はい、私ニコニコ動画でブロガーチャンネルってやってるんですけれども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐブロガーチャンネルに登録してください。月々880円です。税込みです。いってらっしゃい。